有馬薫です。心を解放するカウンセリング、今日のテーマは豹変ですね。はい、豹変するって日常ではあんまり使わないかもしれないんですけども、よくですね、この豹変したですよって言って相談されることを私は多いんですよね。結婚した途端に主人が暴力を振るうようになりましたとか、付き合ってる頃はとても優しい彼女だったのに、結婚した途端に妻がすごく冷たい人に変わってしまいました、豹変したんですっておっしゃるんですけども、そんなにね、性格って急に変わることってないですまずないです。だってどんなにね、一生懸命自分で自分を変えようって努力、性格変えようと思って努力しても、なかなか性格って変わらないんですよ。どんなに努力しても変わらない、その性格を。ただ結婚しただけでコロッとね変わるわけがまずないんです。じゃあどうして相手が変わってしまったようにその人は感じてしまうのかというと、もう簡単ですね、日常生活を共にするようになったからです。結局付き合ってる頃は休みの日なんかは朝から晩まで一緒にいたかもしれないですけども、たかが12時間ぐらいですよね、10時間とかね、そのぐらいですよね。で、旅行に行ったり泊まったりとかしたとしても1日半とかせいぜい2日ぐらいですよ。それもたまにですよね、毎回毎回じゃないですから。あとはもう数時間一緒にいて外でご飯食べたりとか、そのぐらいじゃわからないんですよね、相手がどういう、もう素の部分っていうのは。何年付き合ってもやっぱり本当10年20年付き合ってれば別かもしれないですけども、でも結婚した途端に全部生活に変わるんですよ。朝も夜も顔を合わせて、しかもそれは生活、日常生活ですよね、普段着ですよね、本当に。でしかもずっと一緒で、相手の今まで見えなかった細かい部分とか癖とかね、歯の磨き方一つにしてもね、いろんなとこが見えてくるんですよ。で今まで知らなかったところをたくさん目の当たりにするわけですから、相手が変わったっていうふうに、感じるのはもう無理もないと思います。ただですね、その DV に関しては変わった、これも変わったっていうわけじゃなくて、もともとね、その人は急にその暴力を振るい始めたわけじゃなくて、もともとその暴力的な要素っていうのを持ってたんですよね。ただ付き合ってる時はその時間も短いし、外であったりすることの方が多かったりして、暴力っていう、自制心もあったでしょうね。そのやっぱり緊張感とかがあるので、それが全部外れて一緒に生活するようになってしまうと、解放感とか、あともう素をさらけ出してるので、もう自分のそのまんまが出てきちゃうんですよ。そうすると暴力的な人っていうのはカッとなってやっぱり暴力を振るってしまったり、あとその冷たくなっちゃったように感じる奥さんの方も、前はやっぱりいろいろね、こう緊張して優しくしてたかもしれないですけど、もともとがそんなに優しくなかったかもしれないですよねっていうか、冷たかったのかもしれないので、それがいちいち生活してる中で自制しなくても良くなったっていうだけで、もともとはそういう人なので変わらないんですよ。前の奥さんも前の旦那さんも同じ人で、性格も全く変わってない、今目の前にいるその人一緒です。暴力振るってる人も、前付き合ってて優しかったその旦那さんも、何も変わってないです。これっぽっちも変わってないです。持ってるも性格も何もかも。
ただ結婚したからそれが出やすくなったっていうだけのことですね。それをですね、相手がこんな風に変わったんです、元の彼に戻したいんです、元の彼女に戻したいんですっておっしゃるんですけど、元一緒なんですよ。変わってないからですね。だから元に戻るも何も、もう元に今元のままなんですよね。だから変えたいんだったら、その今までと前の人じゃなくて、もう全然別人に変えなければ優しくはならないと思います。でもそれは無理ですよ。相手があることなので、変えようって、その無駄な努力をねしようとするから疲れるし悩んでしまうし、それだったらもうその DV に関しては特に、その DV するような旦那さんだったらもうさっさと別れて次行った方がいいです、絶対に。で、冷たくなったように感じてる奥さんに関しては、もう冷たいって言ってもその人の持ち味かもしれませんから、他にすごくやっぱり、あ、でもここはいいなとかいうところはたくさんあると思うので、そういうとこを見つけて、まあ、自分がどう対処していくかですよね。そういうところに目を向けていくとか、まあ、別れるまではないと思うんですけどね。なので、基本ね、豹変してませんから。誰もね、結婚した途端に豹変する人いないです。その何年か経ったから豹変する、変わってないんですよね、基本はね。一緒なんですよ。ただ慣れとかね、その開放感とか緊張感のなさとか、素が出たとか見えてなかったとこが見えたっていうだけのことです。それを変わったっていうふうに、まあ、受け取ってしまっただけのことですね。ただその本当に DV に関してはね、別れた方がいいですよ。優しくなるかもしれないっていうね、期待をね結構持ってる方多いですけどね、 DV に関してはその性格がそうそう変わらないのと同じで、難しいです、変わるのは。離れた方がいいと思います、それに関してはね。まあ、今回はね、豹変のお話なのでね、その DV は例にとってちょっとお話しさせていただいてるんですけども、ただね、本当に豹変もしてないし、誰も変わってません。それに相手にとってもね、反対にお前の方が変わったんじゃないかってね 言われてるかもしれませんよね、思われてるかもしれませんよね。だから一緒なんですよ、変わってないんですよ。ただ生活になると変わったように見えるだけです。もともと持ってるもので何も変わってないっていうことをわからないと無駄に悩んじゃいますので、今日は、そういうことで豹変についてお話をさせていただきました。以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。有馬薫でした。それではまた。